第4競技者です。サルタヒココーヒー株式会社アトレ恵比寿店伊藤博樹バリスタです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず音楽からお願いします。はじめます。サルタヒココーヒーの伊藤です。本日の私のテーマは世界の動物たちです。1杯目のフリポアラテではラクダを、2杯目のフリポアラテではペンギンを、そして3杯目のデザイナーラテではワニを描いていきます。これらの動物は日本には生息していない動物たちです。しかし私たち日本人にとってはとても馴染みのある動物でもあります。本日はこの動物たちについて話しながらラテアートを描いていきます。でまず1杯目からお作りしますので、メニュー表をご覧になりながらもう少々お待ちください。第1杯目お待たせいたしました。失礼いたします。1杯目お待たせいたしました。失礼いたします。もう1杯もう少々お待ちください。ラクダは古くから砂漠の船とも呼ばれており、大航海時代まではシルクロードを越えるための物流の主力としても重宝されていました。お待たせいたしました。2杯目失礼いたします。2杯目お待たせいたしました。失礼します。続いてペンギンを作りいたします。少々お待ちください。ペンギンは南極などの寒い地域に生息しているのをイメージする方も多いと思いますが、実はそういった地域だけではなく赤道直下の暖かい地域まで幅広く生息しています。お待たせしました。
はい、1杯目お待たせいたしました。失礼します。もう1杯もう少々お待ちください。またペンギンは動物園などでもとても人気の動物です。実際に世界で飼育されているペンギンの4分の1は日本で飼育されており、私たち日本人にとってもとても馴染みのある動物であると言えます。失礼いたします。2杯目お待たせいたしました。失礼いたします。続いて3杯目お作りいたします。少々お待ちください。皆さんもイメージしている方も多いと思いますが、ワニはとても獰猛な生き物です。特にその顎の力はとても強く、人間の約50倍もあると言われています。その力は実にティラノサウルスよりも強い力を持っていると言われています。お待たせいたしました。一回失礼します。最後ピックで仕上げますので少々お待ちください。2杯目失礼します。ピックで仕上げていきます。お待たせいたしました。どうぞお楽しみください。本日はありがとうございました。終わります。お疲れ様でした。伊藤バリスタではお話伺いましょう、はい。
はい、伊藤バリスタ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあ、今日一番お客さんもステージの周りに集まっていただきましたけど、はい、固唾を飲んで見守っていただきました。前回のチャンピオンで、はい、ワールドラテアートチャンピオンシップ第4位になりました、伊藤弘樹バリスタです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたかね。やっぱりもう僕から見てるとさすがチャンプ、チャンプの競技やっぱすごい。もうあの一個一個が非常に再現性が高かったですよね。ご自分では出来栄えは？いや全然できなかったですね。練習の半分ぐらいしかできなかったっていうのが、あれで、いやマジ結構緊張しました。もっとできる。緊張した？緊張しました。すごい。そうなんですね、はい、あのアートバーもちょっとこう、はい、ワニのやつ、ちょっと赤い点のついたね、装飾入れてやりました、はいはい、だからあそれとまたこうちょっと似た感じのね、はい、テイストのやつなんだなと思って、まあアートバーもびっくりしたけど、改めてこの10分間の競技でやってもあのクオリティが出せるんだなってことびっくりしましたね。ありがとうございます。世界大会終わって、はい、この1年間っていうか、まあ、1年経ってないけど、はい、どんな課題に取り組んでこの、日本の大会に臨まれました？そうですね、単純に、うん、あの今までやっていた柄よりももう少し難易度の高い柄をかけるようにっていう練習を意識してやってきました。その難易度ってこうどういう部分で、はい、アートをアプローチしていくかっていろいろあるじゃないですか、はい、具体的に言うとどんなところにこう難易度の高さを求めていったんでしょうね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。こうそうですね、難易度の高さとしては、まあ、その注ぐ手数の多さであったりとか。なるほど、はい、注ぎ方の難しさ、技術とかも含めてだと思うんですけど。あ、はい、なるほどね。じゃあ、まあ、昨年の世界大会出た自分よりはレベルの高いアートが今日はにチャレンジはした。そうですね、世界大会と、まあ、去年の J-RAC よりは高い難易度にチャレンジしようと思って、うん、はい、構成を組んでいきました。あれ世界大会でいつだったっけ。世界大会去年の6月ですね。6月か、はい、あそうですね。去年日本大会優勝して、はい、世界大会に臨まれていかがでしたか、はい、世界大会は。ちょっと世界大会のお話も聞きたいなと思って。世界大会の、うん、まあ、そうですね、やっぱり世界のレベルの高さっていうのを本当に身をもって実感したっていうのが一番ありますね。まあ、4位っていう順位はね、はい、久しぶり、あ、5位か、5位でした、5位でしたね、はい、5位、あのいい順位だと思うんですよ。ただ1位から4位が上にいるわけで、はい、何が違うなと思いましたか。自分と自分よりも何が優れて他の競技者は上の順位にいましたか。やっぱりそのやっていることの、まあ、柄の難易度であったりとか、あとは本番での再現性っていう点でやっぱりレベルがまあ、少しまだ下がったのかなっていうところが、あ、はい、まあ、じゃあ結果が、まあ、出る前なのか出たのか分からないけど、自分でもやっぱり見てて感じたんですね。やっぱり世界レベル高いんだなと。まあ、そうですね、うん、あの一番緊張する舞台で、まあそこまでの完成度で仕上げれるっていうのはすごいなっていうのとかは感じましたね。今の自分のレベルだと、はい、今世界大会出ても1位とか2位とか取れそうですか。はい、いやまだ練習が必要ですね。あ、やっぱりまだ、はい、まだちょっと無理だなと、はい、今の自分では、はい、あの日本大会で優勝してファイナリストってことなので、はい、十分いい成績だったと思うんですね。ただもう一度こう日本大会に出られたっていうのはやっぱりもう一回世界の舞台に。そうですね、やっぱり、うん、ある意味自分の中では心の中でそのファイナル残るっていうのがある意味のその目標の一つでもあったりもしたんですけれども。あ、去年ね、世界大会は、はい、そうですね、はいはい、世界大会で、はい、でもやっぱり実際残ることができて満足感というよりは自分の中で悔しさの方が強く残ったので、まだ次やりたいなっていう気持ちの方が強かったです。目標は達成したんだけど自分の中では満足よりもちょっと本当はもっといけたんじゃないかとか、もっとやりたいっていう気持ちがあったのかな。なんかまだもっと自分にやれることがあるなっていう、その次のステップへいけるなっていうふうに思ったので。なるほど、じゃあそのステップ目指すためにもやっぱりもう一回出なきゃいけないということだったんですね。そうですね、はい、あの普段はサルタヒココーヒーでバリスタをされているところなんですけ ど、はい、どちら結構お店の数が多いのでどちらのお店にいらっしゃるって固定のお店はあるんですか。今はアトレエビス店で働いてます、ね、エビスね、はい、本店ではなくてあの駅ビルのアトレの中のお店に普段はいらっしゃる。じゃあそのお店に行けば、はい、コーヒー飲めると。あ、はい、いつでも入れてますので。なるほど、チャンピオンのコーヒーが飲みたければ皆さんあのエビス駅のアトレにこのまま、はい、東京戻ったら
家に帰らずあとレビスに行けば、まずはい、はい、来ていただいて。今日いないでしょう。でも今日はいないんですけど明日からは早速勤務されてるんですか。今週末から入ってるってお店にはね、はい、なるほど。まあ、あのチャンピオンの、まあ、今日の、伊藤さんに限らず全般なんですけど、皆さん、所属されてるお店も看板とかウェブサイトに載ってます。ぜひねお店に行ってねバリスタから直接コーヒーを入れてもらっていただきたいなって僕思ってまして、まあ、そうすると大会見ましたよってすごかったですねって声かけられたら、まあ悪いものではないですね。いやすごい嬉しいですね。すごい、ね、はい、ぜひそういう風にして皆さんこう行くとね、あなんか恵比寿の あの人ステージにいた伊藤さんだって言って静かな思いを秘めながらコーヒーをオーダーするのではなくて、堂々と大会見ましたよと声をかけて言っていただければまあいいんじゃないかなというふうに思っているので、まあじゃあ恵比寿のアトレに普段いらっしゃるということですね。はい、はい、今日はですねちょっと思ったよりも半分ぐらいしかできないというご感想でしたが、はい、またこの後結果発表2人の競技者終わりましたらありますのでぜひお楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。ディフェンディングチャンピオン、素晴らしい競技でした。第4競技者伊藤博樹バリスタでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。